はい、今日はですね、夜のウォーキングしながらピンマイクをつけて騒音と鳴き声と、夜の景色がどのぐらい映るのかちょっと試してみます。それともう一つはキャプションをですね、自動生成するソフトがあるというのでちょっとトライしてみました。話の内容はですね、この次の車中泊の旅の計画の概略を思い巡らしながら、動画にしてみたいと思います。もし、春になって、家内とのスケジュールが一致したら、北海道一周の旅に行きたいと考えてます。まず下下半島を大間に向かって登り、大間のマグロ海鮮丼を食べてみたいので、まず海鮮丼を食して、その後大間から函館までのフェリーで車ごと北海道に渡り、函館から支笏洞や往路では札幌小樽をはしょって宗谷岬まで加減線を走りたいと思っています。まずは宗谷岬、次にまだ未経験の利尻礼文国立公園、ここからフェリーで車ごと渡るのはちょっと値段があると思うので、まあ自転車だけで簡単に利尻礼文を走ってみたい。その後はオホーツク海岸を東に向かって佐呂間湖、網走、したり、知床半島の付け根を横断して標津、根室、釧路、そこから釧路湿原国立公園を除いて摩周湖、阿寒湖、あの辺にちょっとまた北に登って、そこから大雪に降りてくるっていう感じですかね。ああ、忘れてました、釧路湿原国立公園、
その後大雪山ぐるっと回って富良野旭川から札幌小樽釈丹半島そして函館へと戻るコースを考えています。これでだいたい一周来週を回って道央に行って、まあ、約北海道一周できるという感じになります。これでまあ一週最低一週間10日でも無理でしょうね。でもゆっくり回れたらいいよね。まあ、5月6月最近は梅雨のない北海道も雨が多いらしいですけど、雪が溶けた後北海道のおおよそめぐれたらいいなと思います。最近ハマってる YouTuber の動画、スコットランドのガールフレッドと一緒に日本全国を回ってる YouTuber バッパ翔太さんの動画は結構面白い。パーフェクトに近いガールフレンドの彼女とかなり日本は成長してきてるけど、それでもまだ日本人同士の日本語の会話というところまでにはいかない。彼女の日本語の成長もわかるし、外国人との接し方もなかなか面白いし、とても面白い。今なぜこんなことを考えているかというと、キャンパーヒロ TV さんというやはり65歳を過ぎた YouTuber さんがたくさん動画をアップしてるんですが、彼から私への提案ということで、動画のキャプションを自動的に作り上げるアプリがあるという提案を受けて、今回それに挑戦してみました。提案を受けた時の動画は自転車で走りながら音声を入れたので、まあ言葉を拾うのが
雑音と化石音で十分でなく、手入力で作ったキャプションを最近の AI ものすごく発展してきて、英語の文章を読ませてもほぼパーフェクト、しゃべくりを AI で言葉に置き換える、これも自動でできるという知らものでなかなかが面白かったんです。帰ったらこれのトライを試してみたいと思います。あとはやっぱりしゃべくりを上手にできるようにならないと難しいのかな。昨日同じように GoPro で試したものがあったんですけど、それは割とよくできましたね。ただピンマイクをつけてなかったので音がよく拾えてないので修正がかなり必要でしたけど、今回はどうですかね。以上、インスタサブロクまでのトライでした。